作りたい大きさの紙を置きます。真っ白でない方がいいです。これをセロテープで軽く留めておきます。次に OPP フィルムをその上に置きます。花束を包むような透明のフィルムです。これもセロテープで軽く留めておきます。そうしたら水溶きしたでんぷんのり、これは液体のりじゃなくてでんぷんのりを使ってください。これは片栗粉を炊いて作ったものです。水に片栗粉を少し入れて炊くとこんな感じになります。これを外側に塗っていきます。塗ったところに縁取りになる紙を貼ります。黒い画用紙を使ってみます。上下も貼ります。ここに雪の結晶を貼っていきます。雪の結晶より一回り大きく糊を塗ります。上からハケで押さえておきましょう。構いませんのでここにも貼っておきましょう。そしたらこの雪の結晶の上からさらに糊をつけます。この上にお花紙を置いていきます。濃い色のお花紙がいいです。破れやすい方と破れにくい方があります。置いていきます。そしたらこの上から糊をつけます。これで出来上がりでも構いませんが、最後に周りを貼っていきます。
そうするとよりしっかりとします。この状態で完全に乾かします。完全に乾くとこんな風に硬くなります。これを OPP シートから剥がしていきます。この雪の結晶がはみ出している部分を切っていきます。壁に飾る場合はこちらを表面にします。窓に飾る場合はこちらを表面にします。裏側にライトを入れてみます。さあ電気を消してみましょう。浮かび上がってきます。光と影のアートです。裏返しにして窓辺に飾っても雪の結晶が浮き出てきます。